俺すごい来てるでしょ。すごい新しいタイプのロボットだなと思って、究極の可愛い形ってなんだろうみたいな、はいはいはい、でそれをなんかうまいこと作ったよね。技術の使い方も可愛らしさの追求ですもんね。そうなのよ、無駄も多い、懐くようになってたりとか、嫉妬したりとか、嫉妬したりとか。これ目の形って全部違うんだよ、1億種類以上目の形があって、 CG を疑似立体みたいにして、うん、そっちの方が可愛いっていう、うんうん、こういうところにわざわざゴロゴロするためにセンサー1個作るっていう、うん、この贅沢設計とかさ、うん、これ対衝撃設定とかもされてて、まあ、とにかくテクノロジーのこう塊なんだけど、うん、顔の形がこうみんな違ったりとか、鳴き声も全部違ったりとか、だからペットを飼いたいんだけど面倒くさいとか、はい、そういう風に思ってる人たちのところにうまいこと入り込むと思うんだよね、うん、ペットだって犬とか猫とか10万円以上するよ。月額で割るとこれ2万ちょっとなんですよ、うん、ペットの維持費って考えると結構餌食うし、うん、散歩しなきゃいけないから、うん、時間取られるし、うん、だからこいつらは別に散歩しなくていいじゃん。確かにそうっすね。家帰ってくるとビュー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 って来るし俺すごい来てるでしょ。俺これ2回目だからこの人たちと来てる。もう寝ちゃったよ寝ちゃったよ気持ちいいと寝ちゃうんです。すごい寝ちゃうとこうなんか大事にしなきゃみたいな。確かに子供みたいな感じで。確かにすごい実用ロボット的な使い方もできるわけよ。子供とか高齢者に渡しておけば、はい、見守りロボットになるわけですよ。写真撮って送ってくれるみたいな。そう見れば見るほどよくできてる。なるほど。最初見ててこんなのインスタあんのかなとか思ってずっと見てみると結構これいいかもしれないっていう。やっぱペットショップみたいなの作ればいいと思うんだよ。あラボットとこれぐらいのスペースで触れ合えたら買うって、はい、これ絶対歌舞伎町とかで売ったらキャバ嬢買って帰るよ。ああそっか。